あれ、何か変だ。バイクを止めてチェックしましょう。エンジンがかからない。エンジンかかったけどアイドリングが不安定だし弱々しいぞ。嫌な予感。アクセル回しても回転数が上がらないな。マフラーは詰まってる様子はない。キャブかな。何もしてないのにエンジン止まっちゃった。アクシスはキャブレーターを取り出すのが面倒くさいのでとりあえずエアクリーナーをチェックします。フィルターは一部劣化してボロボロだけど詰まってる感じはしない。もしかしてこのボロボロになった一部がキャブに入っちゃったのかな。あ、吸気口に何か虫の繭が詰まってた。これが原因かな。せっかくなのでフィルター交換しておこう。じゃん、デートナのターボフィルター。ナックスで1650円。このフィルターは乾式なのでこのまま取り付けるだけで OK です。それじゃあ取り付け開始。穴が開いてるのでそれに合わせればいいのか。こんな感じ。ネジをしっかり締めて。これで完了です。車体に取り付けてテスト走行に行きましょう。
ちゃんと走りますね。問題なさそうです。どうやらエアクリーナボックスの吸気口が詰まってたのが原因だったみたい。アクセル全開。最高速10キロくらい落ちたかな。セッティングの問題かな。やべ、アクセル戻らなくなっちゃった。あ、戻った。